帰り見られない病気とは、途上国で貧困層を中心に流行している病気を、さして日本においては国境なき医師団などが用いる用語である。特に熱帯地域の途上国で貧困層を中心に流行している感染症については、風により帰り見られない熱帯病とされ、2007年以降、それらの感染症に対する目覚ましい成果が風により毎年報告されている。 民族紛争や内戦、自然災害による民間人への被害が大きな地域では、先進国では滅多に発病しない疾患が多発するが、大多数の患者が貧困層であるために、製薬会社にとって採算の合う市場とはならない。したがって、製薬会社はリスクが高く高額な費用がかかるこれらの病気の治療薬の研究開発に投資することに消極的である。 そのため、数億単位の患者がいるにもかかわらず、一般的に名前さえがほとんど知られていない病気が多く、その治療薬の開発が進まない病気が、帰り見られない病気と呼ばれている。また開発から半世紀近くかそれ以上経過したものの、治療薬自体は存在することや、かろうじて極めて少数の製薬機関が、治療薬を製造しているという現状も、新薬開発の遅延、 停滞に響いていると思われる。臨手マニア症マラリア、HIV、結核の三大疾病と呼ばれる疾患については、広く治療薬が製造され、人道支援や NGO で途上国にも行き渡っているが、患者の人数に対して絶対数が不足しており、途上国の中でも行き渡らない地域が多く、これも捉えようによっては帰り見られない病気に相当する。 人口爆発が続く途上国では、帰り見られない病気はさらに規模が大きくなっていくと推測されている。一方でこの単語をダイレクトメールやウェブサイトにおいて頻繁に用いる MSF は2003年、帰り見られない病気のためのイニシアチブを他機関と共同で設立した。ダンディは帰り見られない病気を主眼に置いた新薬開発を行っているほか、 国際的な研究団体、公的セクター、製薬業界や他の関連する提携団体と協力して医薬品の研究開発プロジェクトの立ち上げや調整を行っている。2007年3月、ダンディはその最初の製品としてマラリア治療の混合薬エイサックを発売した。また2004年、カリフォルニア大学バークレー校は人道目的のプロジェクトに対し、 特許の無料公開を発表し、これにアメリカ合衆国の各大学が追随しているほか、2005年にマイクロソフト会長ビル、ゲイツの経営する慈善団体、ビルメリンダ・ゲイツ財団は、途上国の生物医学研究に500億円相当の寄付、支援を行った。ありがとうございます。